こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。大阪市住吉区のあるリーフハリキュー整体院院長の笹原健太郎です。本日はこちらですね、膝の痛みに、関係する太ももの筋トレについて話をしていきます。で、今日なぜこの話をするのかといいますと、膝の痛みでよく言われるのが、もう太ももの筋肉落ちてるから筋トレをしなさい言われて用してはるんですけども、それで治る方もいいんですけども、治らん方結構多いんですよね。で、治らなくても必死にやってる方がいてますので、今日はなぜ太もも筋トレしても治らないかの、理由について、詳しくお伝えできればなと思っております。はい、まず太ももの筋トレで、まず最初に太もも筋肉が弱ってるって言われるんですけども、果たしてこれがまず原因なのかなんですね。で、もちろんこれが原因の場合は筋トレして治るんですけども、まず最初にうち結構膝の患者さんをよく見てて、ね、治療してよくしたりするんですけども、筋肉落ちてるのが原因の方って本当一握りです。よっぽどその歩いてないとかでなければ、なかなか筋肉落ちて痛みが出るってことはないです。で、これ意外かもしれないですけども、膝の痛みの原因になりやすいのは逆に、筋肉を使いすぎてる方が多いです。で、こういうと結構意外があるかもしれないんですけども、実際例えば若い人と高齢者でどちらの方が筋肉を使いながら立ったり歩いたりしてるかと言いますと、高齢者の方が圧倒的に筋肉使ってるんですね。で、これも意外がある方多いんですけども、若い人の方が筋肉を使わずにスムーズに歩けるんですね。で、高齢者のちょっと歩き方をイメージしてほしいんですけども、もう足幅が開いて、なんかこれ骨盤ですね、なんか前から見た絵ですけれども、足が開いてこうやって歩いてると思うんですね。で、だから膝がね、曲がりながらこう横脚になりながら、特に膝痛い方なんかこうやって歩いてる方多いんですけれども、この時って横から見たら膝を曲げながら歩いてるんですね。で、膝を曲げながら歩くってことは、常にここの筋肉をが言うたらスクワットですね、スクワットしながら歩いてるようなもんなんですね。なので膝周りの筋肉を過剰に使いながら歩いてしまってるんですね。なので筋肉弱ってるより使いすぎて硬くなってしまってるんですね。で、筋肉で硬くなると逆に弱ってくるんですね。なので硬くして使いすぎて弱ってきてるという方が多いんですね。なので、まず最初にせなあかんことというのは、筋肉を使いすぎてることをやめなダメなんですね。なので、それなのに太ももの筋トレなんてしたら、さらに使ってしまうので、痛みが治るわけないんですね。もしくは悪化するんですね。なので、まずは太ももの筋トレをやってる方は、ちょっとやめてみること。特にやって治るのかというのは、まずやめてみることです。太ももを先に緩めるであったりとか、こういうスクワットして使っている歩き方を直していく方の治療ですね。まず太ももを緩めたりとか、あとまあケアでストレッチしたりとかですね。で、治療をまずしてから、膝の前後のバランスですねが整ってから筋トレする分にはいいんですけども、使いすぎて痛いので、さらに筋トレしたらもう悪循環で悪化してしまいます。なので、もう本当に筋トレで治る方はまずやめてみてください。で、治療を受けるであったりとか、あとストレッチするであったり、まず緩めの方から先にやっていただければなと思います。これ結構間違ってる方多いので、ぜひこの動画を参考にして、あなたの膝の痛み改善につなげていただければなと思っております。それでは以上ですね。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。